な、やべ、腹か。いや、昨日遅くまで撮影でさ、起きたら待ち合わせの10分前で慌てて出てきた。へえ、家庭的なんだな。ジャガも入ってるじゃねえか。お、なんで知ってるんだ。まあな、憧れみたいなのもあるのかも。いや、なんでもね。今日はデートだろ。この前の埋め合わせをするためのデートなら普通に食べるなんてなしだよな。食べさせて。早くしねえと弁当じゃなくてお前の唇を食っちまうぞ。違うだろ、こういう時は。あー、すげえうまい。こんなの食べたことねえ。いや、マジで胃袋をつかまれるっていうか、なんかちょっと感動しちまった。家庭の味ってこういう感じなのかな。お前も食ってみろよ。ほら、あーん。つべこべ言ってると口移しするぞ。よっぽど俺にキスされてんだな。